マテオラス、ウム1550十著書コマンテリー、のトライホーリアムアセトスサムノズ、ピートロ・アンドレア・マッティオリは、イタリアの医師、博物学者である。シエーナで医師の息子に生まれ、ベネツィアで育った。1523年に、パトバ大学で医学の学位を取り、その後数奇教などの医師を務め、シエーナ、ローマ、トレント、コリツヤで働いた。ローマで、 最初の植物学の著作を行った。1554年か1555年に後に、新聖ローマ帝国皇帝となる、フェルディナント2世、マクシミリアン2世夫子の辞となり、オーストリアのアンブラス城やウィーンで仕えた。1564年に、マクシミリアン2世イが没した後、1568年に、イタリアに戻り、1577年に、 トレントで流行病のために没した。医学に関する著作に加えて、プトレマイオスのゲオグラフィアなどのラテン語やギリシャ語の著作からイタリア語への翻訳を行った。特にディオスコリデスの本草書、薬物史の翻訳と解説が有名となった。1544年にジャンルエルのラテン語訳をもとに、図版なしで最初の翻訳、注釈本が出版され、1548年に 造法版の下毒剤に関する著作が加えられ、1550年と1551年にも造法版が出版された。1554年にはディオスコリデスの著書への仲介が出版された。それまで広くルフされていたジャンルエルの注釈本とは一部の解説が異なり、583の基板画が添付された。当時の有名な本像学者、 オットー・ブルンフェルスやヒエロニムス・ボック、レオン・ハルト・フックスらの著作に記載のない多くの植物を記述した。1544年に新大陸から伝わったトマトについて記述し、西洋土地の木の薬光について記述したことなどで知られる。シャルル・プルミエによって、アブラナ科のアラ製盗賊の革命マシアラに懸命された。マティリーは、 植物の学名で命名者を示す場合に、ピエトロ・アンドレア・マッティオリを示すのに使われる。ありがとうございます。